ハノイ・ロックスはフィンランド出身のロックバンド。1980年代に流行したバッドボーイズ系ロックンロールの草分け的なグループの一つ。1985年に解散して以降同系のスタイルが全米を中心に発展していったため、その出現は早すぎたとも言われた。その後2000年代に再結成し、2009年まで活動している。 1980年、ヘルシンキでマイケル・モンローとアンディ・マッコイを中心に結成された。1981年のデビュー以来、メロディアスで正気味の良いロックナンバーを発表。本格的な全米デビューを控えていた矢先の1984年、ドラマーのラズルが、ビンス・ニールの運転する車に乗車中、事故に相死亡。代役を入れるなどしたが、うまくいかず。 翌1985年に解散した。往年のメンバーは、それぞれの道を歩んでいたが、2001年にマイケルとアンディによって復活。3作のアルバムをリリースし、ファンの期待も大きかったが2008年に、再び解散を発表し、2009年4月12日、フィンランドでのライブをもって、活動を終了した。1977年、 アンディ・マッコイがスウェーデンのパンクロックバンドブリアドでデビュー。1979年、スウェーデンにてマイケル・モンローとアンディが出会い、ロックバンドニンホマニアックを結成するも短期間で解散。1980年、フィンランド・ヘルシンキでマイケル・ナスティス・サイド・サミー・アッフファで結成したバンドにアンディが加入する形でハノイ・ロックスが誕生。 1981年4月、ファーストアルバム、バンコク・シャックス・サイゴン・シェイクスをリリース。1982年1月、セカンドアルバム、オリエンタル・ビートをリリース。フィンランドで国内の1を獲得。8月にコンピレーションアルバム、セルフ・デストラクション・ブルーズをリリース。またもフィンランド国内で、の1。この頃に、バンドは、本拠地をロンドンに移転、ドラマが、 ジップカジノからラズルへ交代する。1983年5月、サードアルバム、バックツーミステリーシティをリリース。レディングフェスティバルに出演。1984年9月、メジャーレーベル CBS と契約し、ホースアルバム、ツーステップスフロムザムーブをリリース。いよいよ全米進出という矢先の12月、ラズルが、モトリークルーのビンスニールの起こした、交通事故により死去。 翌1985年に解散した。マイケルはソロ活動を開始、アンディはナスティとスーサイドツインズを結成したが、アルバム1枚で解散。その後ナスティはチープナスティを結成、アンディはチェリー・ボムズを結成した。サミはアメリカのグラムメタルバンドジェット・ボーイに参加とメンバーはそれぞれの道を歩んでいった。 解散後最も活動が成功していたマイケルは1992年にスティーブ・スティーブンスとエルサレム・スリムを結成し話題となったがスティーブンスが当時モトリー・クルーを脱退しソロ活動を始めていたビンス・ニールのバンドに合流するため即脱退エルサレム・スリムはアルバムをリリースした時点ですでに解散という結果となったその後マイケルは1994年にサミと デモリション23を結成するもののアルバム1枚を残して活動を停止。2001年、マイケルとアンディを中心に再結成し、2002年に18年ぶりとなる 5th アルバム 12shots on the rocks をリリース。ナスキとサミーは参加せず、新規メンバーにコステルホート巻き、ティンパ、落ガ加入。 80年代に活動していた時はグラムロック色のあるパンク系だったが再生後はマイケル・モンローのソロに通ずるハードロック系であった2003年コステロ合体2004年スティービー・クラスソン加入2005年スティービー・ティンパ合体コニー・ブルーム・アンディ・エイシー・クリステル加入6スアルバムアナザー・ホスタイル・テイクオーバーをリリース2007年 セブンスアルバムストリートポエトリーをリリース2008年楽脱退ジョージアトラジック加入10月21日2度目の解散を発表2009年3月に日本でフェアウェルツアー4月に地元フィンランドのトバースティアクラブにて向日連続8公演を行い最終日4月12日のライブをもってその活動に幕を下ろした詳細は ハノイロックスの作品を参照スタジオアルバムライブアルバムコンピレーションアルバム。ありがとうございます。